シュフラン級駆逐艦はフランス海軍が運用していたミサイル駆逐艦の艦級、計画艦型番号はフルマイナス60。同国海軍が初めて建造したミサイル駆逐艦であり、国産のマズルカ艦隊防空ミサイルシステムを搭載している。フランス海軍は第二次世界大戦で壊滅した駆逐艦戦力を再建する新しい基準、構成艦として、 1949年度計画から1953年度計画にかけて T-47 型、T-53 型の計1 7隻の艦隊護衛艦を整備した。これらは戦前の大型駆逐艦の流れを引く放送型の汎用大型艦であった。一方、アメリカ海軍では1956年度計画より、 艦隊空ミサイルを主兵装とする新世代の高速艦隊護衛艦としてファラガット級の整備に着手しており、1958年度計画よりさらに大型化強化されたリーヒ級が建造された。これらはミサイルフリゲートとして種別され、高速空母機動部隊の名護艦として期待されていた。フランス海軍でもこれに反をとって、1954年度より、 建造に着手していた新型空母の直江艦として1960から65年計画でサム搭載のフリゲートの整備を計画した。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯より本級は空母機動部隊の対空、対戦直江艦として開発された。設計、装備ともに先行する。 艦隊護衛艦から刷新されており、朝鮮主導型に一本マックを組み合わせた設計は、以後の普通大型水上戦闘艦に引き継がれることとなった。またボイラーの蒸気清浄も、圧力 45kg フォース、平方センチメートル、温度摂取450度と、高圧、高温化されている。防空艦として、迅速な情報処理が求められる、必要上。 本級は初めて戦術情報処理装置を採用しており、セネットマイナス -1 を搭載した。また主センサーとして、国産開発した3次元レーダーであるドラビーマイナス -23 を搭載する。これは、L バンド、メガワット級の出力を発揮できるパルスドップラーレーダーで、逆カセグレン型のアンテナを巨大なレドームに収容して、環境構造物上に設置しているが、これは、 本級の外観上の大きな特徴となった。その目標情報は自動的にセネットに転送される。また、これを保管する低空警戒対水上捜索レーダーとして DRBV-15 も搭載されたが、こちらは後に DRBV-50 に更新された。主兵装となるマズルカ艦隊空ミサイルの連装発射機は完備艦板に搭載されており、 また誘導用の DRBR-51、下機管制レーダーは、その直前の後部上構え後端部に、背負い式に設置された。マズルカは、フランス国産の艦隊空ミサイルであり、本級の他には、巡洋艦、コルベールに搭載されたのみである。当初は、ビームライディング誘導だったが、後にセミアクティブレーダーホーミング誘導に変更されている。 また1982年から1985年にかけてシステムの近代化改修を行った。一方、方向兵器、対戦兵器については、ラガリソニエールのものが概ね踏襲されている。手法としては、エメリー6455口径 100mm 単装速射砲に規制を意識に搭載し、その直後には、DRBC-33 砲射撃式装置が、 大美ス -1A、イ A ピラーニャ3光学射撃式装置と共に設置された。また、中部艦板には、マラフォン対戦ミサイルの発射機が搭載されたほか、その直後の後部上構え前端には、エクゾセ MM38 艦隊艦ミサイルが後日、装備された。1960年の計画では3隻を建造する予定だったが、 ミサイル原子力潜水艦が優先されたことから2隻で打ち切られた。本級の後継艦計画は難航し、1980年代後半から、NATO8 カ国共同で開始された NFR-90 構想は90年代初頭には空中分解、これを引き継いで開始されたフランスイギリスイタリア3カ国共同のコライズン計画も、各種運用要求の際から遅延して、 1999年にはイギリスが脱退するに至った。このために本級の収益期間は延長を余儀なくされたが、21世紀に入るとホライズン計画に基づくフランス側立て造艦としてのホルバン級駆逐艦の実用化の目途が立ち、ホルバンが寄港した2002年に本級一番艦のシュフランが退役二番艦のデュケーヌも ホルバンの収益を待って退役した。ありがとうございます。